昨日撮ったやつにしよう。食った？オッケー。ちょっと待って。携帯を。に変えて、よし、携帯変える。ちょっと待って、携帯、あれ横、ちょっと待って、あれ横向きになる、あ、取った。変えます。この端末から配信する。 OK、 変わったかな。ちょっと待ってね、携帯置かなきゃだ。ん？携帯が取れない。あ、出た。これ明るさ、今日久しぶりにさ、ちょっと見えないけど、まあ、網たらししたんだよね。網たらし、めっちゃ久しぶりの髪型してる。いつもと違う？一緒だよ。自分でメイクしたもん。チーク塗ってる。チーク最近メイクした時塗ってる。いつもと一緒だよメイク。え？ブロスが、あ、びっくりした。消えたかと思った。一応なくなったから、私あれさ300枚かと思ったら200枚だった。300枚かと思ってた。200だ。まあいっか、あんまかんない。300枚かと思ってた。何食べ、今日はもう食べないです。今日食べる配信しない。いや、これから何かを作らない。今日はもうしない、料理配信もしない。なんか食べる配信とか作る配信も、作る配信、配信外でも作んない。今日は、今日は作んない。次何作るか何も決めてないよ。
あれかな、私のスマホもこれ、私ヘアゴムどこやったっけ、そういえばこれ違うな、どこやったっけ、いやこれ入ってるやつ、ちょっと待って、なんかこれ予備で入れてるヘアゴムだ、違う、あれ私どこやったっけ、まあいっか別に使っても、ん、え、どこやったっけ、あれ記憶がないや、はいか、いつも腕につけてるやん、今日外してたんだけど、お仕事の時は外さないとだから、あれこれか、いやでもこれさ、このポーチにはいつも予備を1個入れてるんだよね、ヘアゴムの予備を、ヘアゴムが切れちゃった、切れちゃった時用に、ゴムが切れちゃった時用に入れてる、これ予備な気がするんだよね、あれいつも今日外したやつどこにあったんだろう、ちょっと忘れちゃった、まあいいかまたもう1個作ればいいだけだし、いや、手につけてない、これは今つけたやつし、わかんない、まあいいや、なんか作ればいいよ、いいやいいや、今日仕事でしたよ、チェアしてるけど今までそんなやつが、あ、確かに今6位だ、確かに、でも差は短い、短い、少ない、短いはちょっと違う、23時から配信できる年齢、23時から配信できる年齢はもうだいぶ前からいつからだっけ、1年半ぐらい前からだっけ、私20歳だから今結構前からかな最近ではない、そんなにそうなんです、実はね、実は違うんですよね、最近ではないんですよねもう戻っちゃってる、実は20歳なんですよ、そう20歳、チーク入れすぎたかな、なんか最近チーク入れるようにしてて、ちょっとだけ、まあいいや、髪つるに怖いから、確かに、でもなんかこうやってしたらチャルにも見える、ちょっと光の加減ですね、かなりそう、ミサにあげた、ミサ、いや誰にあげようかなと思って、あのメイクのとこ行ったらミサがいたからミサにあげた
えりなちゃんはね今日はねいなかったんだよね。だから会えなかったからあげてない。会えないから今日また違う日だな。そう、あのミサーとかスタッフさんとか、あの昨日髪のさラッピングに入れてたのはひなこにあげた。もともとね今度作ったらあげるねって言ってたんだよね。だからいないですよこの部屋。この部屋入れないからベッドあるからちょっと入れたくない。明日の配信スケジュールは次の枠の時にまた決めましょう。5位？上がった？あ、本当だ。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そう、髪型いつもと違う。久しぶりにした。あ、見たらしい、見たらしい。片方だけだよ。あ、見たらしは片方だけするやつ。も近い。本当だ。結構あれなんだね。みんな接戦ですね。みんな近いね。ポイントが。誕生日今日まで、今日までか。ありがとうございます。今日熊さん、今日熊いるよ。最初めっちゃ入れ替わりありそう。どうだろうね、どうだろう。最終日8位以内に入って終わりたいけどね。分かんないしな、どうなるか。ショルウェイイベントって最終日の20時19時59分だけ終わるの。最終日9日できる。気も暑くない。いや、ちょうどよかった。何もこうアウター着なくてこれ一枚でちょうどいい感じだった。お昼とか夜もそんなに寒くなかった、思ってたより。ホールケーキ作る配信、作る配信は今回はしない予定です。ちょっとキッチンでやんないと。この配信ちょっと今回はしない予定。食べる配信かな。そうとしたら作ったの、作る配信はしないですね。すごい髪、うん、ワンハールは無理じゃない。ちょっとちっちゃいのじゃない。いや、ちっちゃいの、相当ちっちゃいの。でも相当ちっちゃいんだったらワンホールって言わないか無理だな多分。大食い配信になっちゃう
信、昼に食べる配信するぐらいかな今回は。夜はちょっと厳しいなって感じですかね。何作る、もうね作るのなんか何も決めてなくって、カヌレしか決めてなくって、何作ろうかなって感じ今。決めてないんですよ何作るか。何しよう、どんなのがいいかな。スイーツ系もありだけど、なんかご飯系、普通のご飯系もありだし、どうしようかなって感じ。ちょっと今お腹いっぱいだからさ、今ちょっと考えれないわ食べたい料理が思い浮かばないんだけどお腹いっぱいだからバサシ作って、バサシ作る、買ってきて切るぐらいじゃないそれ盛り付けるぐらいじゃん、作るあれは切っただけじゃんそれ。何がいいかな。どうしようかな、何作ろう。ケーキ作るのもありだしな。ちょっとなんか調べとくね、また調べる何作るか、できそうなやつ調べときます。今何も、お腹いっぱいだからさ今これ食べたいからこれ作ろうみたいな思い込まないわ、お腹いっぱいだからさっきご飯食べて、夜ご飯食べてやめて、ちょっと私時計落としちゃうやばい、危ない。これか、置いとこう。22時半だよね。そんな、いや普通ぐらいだけど、別に今お腹空いてないからさ、なんか作りたいものが特にないんだよね。これ食べたいみたいな思わないじゃん。だからちょっとまた後で決める。捨て星の時間、あ違う、ちょっと待って、わかんない、確認しないと。写真間違ってた、間違ってる、間違ってる、分かんない。え、45分前だよね。ん？
わかんないわ。あ、そう、次のやつ書いてるのはね、捨て星書いてるのは今見に来てる人はね関係ないですね。これそう一応書いといただけで、最後の枠は一応なだけで、今見に来てる方はそんな関係ないかもってやつですね。です。明日も1時間3回になりそうだな。ちょっとやんないといけないこととかがあるから。8か9どっちかは刻んでできたらとは思うけど。こう細かく配信。そんなにやんないけど、なんか何回もじゃなくて。そうだね、どっちかかはって感じかな。赤部屋、これ部屋着じゃないです、私服です。これワンピースで、これバカワンピース。最終日かな、刻んでやるなら。でも1時間30分30分とか、1時間の枠を1個は作る、なんか食べる枠かなんかそんな感じで1時間の枠1個作ろうかな。そんな感じ。まあでもまだ最終日のやつはまだまだなんでね、とりあえず明日は1時間3回のつもりでいる。でまた組むね。ちょ次の枠で決めましょう、ちゃんとしたやつを。辛いの食べる配信？今回はするつもりなかった。なかった。辛いのね。いつの夜多めで。明日？いやね、午前中一回、お昼一回、夜一回って形になりそうですね、明日。めっちゃ朝にするわけじゃない、でも。今日より全然遅い時間。9時台か10時台そのぐらいに1回して、お昼1回して夜1回してって形かな、多分こんな感じになりそうですね。こんな感じですかね。今日ぐらい早くはしない。今日ちょっと早い、そんな感じになりそうです。夜も結構いつもの最終枠ぐらいの時間に1時間22時50分か55分、50分からかな、22時50分から23時50分とか、一番最後なんかそんな感じかな。オレンジまだ飲んでない。もうキンキンに冷えてるけどね、冷蔵庫で。キンキンに冷えてるんだけど。飲んでないです。
めっちゃ冷えてるけど飲んでない。冷やしてるだけ。そう、冷やしてるだけ。冷蔵庫に入ってる。なんかお母さんが前さ、カルアミルク、カルアミルクがいいよって言ってて、そのなんかさ、あれ割って飲む、なんか牛乳で割って飲むじゃん、カルアミルク。その元気のやつ、カルアを買ってきてくれてて、今度飲む。4位だ、ありがとうございます。4位、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。あ、賞味期限、確かにくれたお母さんが。ママママ大きいやつを一つ、もうこれ全部あげるよってくれた。お母さんいいからあげるってくれた。飲めるかわかんないのに。なかなか大きいやつをね。くれた。あと何個かくれたけど、お酒買ってくれた。なんだっけな、なんかほろ酔いのやつ。最初は度数が低いのがいいよって言って、なんか白いやつ、サワーみたいなやつと白ぶどうとヤクルトみたいなやつ、ハッピークルサワー、なんかそんな感じのやつくれた。もう全部をずっと冷蔵庫で冷やすってことにならないようにするわ。カルピサイジ、なんかそんな見た目っぽいやつ。そんな感じのやつ。冷やすだけになっちゃうからさ。飲まないって。肌色っぽい色のやつ、ハッピークラサワー、そうだよ、なんかその感じのやつ。コーヒー苦手にクラダイじゃん。私ね、カフェオレは好きなんだよね。コーヒーは苦手だけど、コーヒーだけだとそんなんだけど、カルアミルクだったらいけるんじゃない。コーヒー牛乳みたいなって言ってたから、お母さんがそんな感じって言ってた。いやね、無理に飲むつもりはないよ。そんなお酒飲みたくないわけじゃないからな。いつ飲もうかなみたいな。そんな感じです。ただまだ飲んでないだけであって、別に無理してるわけじゃない。そうだったら元買わないよ、それだったら。ちょっと待って、これよいしょ。飲みやすい、うまい。あ、そうなの？目がなんかめっちゃ乾燥する。左目が。
鏡。雰囲気がちょっと違う気がするけど、気のせい。違うからあれからもあの髪色変えて松葉行ってからメイクしたのが初めてだから、今日が。その後4日にさ、いろいろしてからさ、昨日メイクしてなくて今日メイクしてるからかな、だからかな、髪色が違うからかな。うん、わかんないけど だからかもしれない。だから今日めっちゃまつげ上がってる。この間行ったばっかだからね、まつげが。いいね、いや、まつげ上がってるの、上がってるのがいいわ。すっぴんでもまつげ上がってるっていうのがいいよね、まつげパーマって揺らしなくていいし落ちないし、それがいい。下手ってか、なんか揺らしても下がっちゃうんだよね、こうまつげが。メイクしてさ、マスカラとか塗って夜とかには下がっちゃっててさ、それが嫌でまつパにした。テンション下がってる、あのまつげが下がってる状態よりか、何もなってない状態よりかは、まあ、上がるんじゃない今スピンじゃないです、めっちゃメイクしてます今。ほら、ワイラーを引いてめっちゃメイクしてる。あ、髪型とかもあるかな、これ久しぶりにするんだよね。なんかさ、最近はさ、ずっとさ髪なんか結ぶか、こう顔周り、このメイクさんに髪やってもらった時、あんまりこう出るような、こうなんか残すような、こんな髪型ばっかりしてたからかも。今日どっちも出てないからかな、だからかな、久しぶりに髪型やった、だからかな、わかんないよ、それもあるかもしれない。メイクさんにしてもらった髪はね、そう、メイクさんにしてもらった。メイクは自分だけど赤の表を結ぶ、これはね長いんだよね、これ結ばないと、結ばなくても怖いんだけど、朝結んでなかったんだけど、結構長くて、短かったら結ばない、それは無理でも結ぶわけじゃない、これはちょっと長いから押すのが可愛いかなと思って結んでる。もう写真撮影は自分でメイク、基本自分でメイクですね、基本。あんまメイクさんにメイクしてもらうことは少ないかな、髪はしてもらっても、なんか長さが違う。基本は自分でメイクですね。結構長くてさ、これ結んでさ、この長さあるんだよ、このリボンの大きさになるんだよ、結構長くないだから結んでる、結構大きいよねこのリボン結んでこの大きさになるぐらいの長さそうなんですよ。
髪型はどうやって、今日はハーフツインにするかアミタラシにするかで迷って、でもアミタラシ最近してないなと思ってアミタラシにした。そんな感じで、でも結構直前で決めたりかな。チークしてるの珍しい。最近してるよチーク最近してる、普通にコンサートとかでも最近してる。前してなかったけど、なんとなく最近してる。フードついてる。このまま髪の毛だけメイクさんにしてもらう。そうだね、基本的にそんな感じです。編みたらしでお団子にしてほしい。編みたらしでお団子どういうこと、え、編みたらしでお団子、ん、わかんない、どういうことわかんなかったみたらし団子、え、そういうこと、え、わかんないあ、みたらしでお団子にしてほしいって、わかんない、どういうことわかんなかったですみたらし団子食べたくなった。みたらし団子美味しいよね、なんか時々食べたくなる、わかる。みたらし団子美味しい。おはぎ派、おはぎも確かに美味しい。おはぎも好き。和菓子も普通に好きなんだよね。でも和菓子ってさ、作れないからあんま作んないけど、作れない、作るの大変だからさ、和菓子大変なの多いじゃん。だから作ったことないけど。洋菓子の方が簡単だから作るのは洋菓子、洋菓子難しい、材料が多かったり、そう難しいから作ったことないよ。洋菓子も好きだよ、洋菓子も和菓子もどっちも好き。みたらし団子が思えるし、肉巻きみたらし団子、え、甘じょっぱいみたいな感じになる、え、わかんない、食べたことない。でもなんかね、見たことある気がするわそれ、何かで、何かの SNS で、 Twitter かな、と思って終わったでも食べたことはないわ。多分目の前にみたらし団子とお肉があって、もうすぐに多分みたらし団子食べちゃう一緒にして食べたらさ、普通に食べちゃう気がするわみたらし団子。生ハムメロン、ああかな、生ハムメロン食べたことないんだけど、でもこの間生ハムとマンゴー、生ハムマンゴーみたいなやつ初めて食べて
美味しかった、びっくりした。え、最初えこれ美味しいのって思いながら食べたんだけど美味しかった、普通に美味しかった。メロンはないけど、マームにメロン合わせたことはないけど、マンゴー美味しかった。でもマンゴーが合うんだったらメロンも合うよな。それ食べた。そう、なんかおしゃれな感じでおしゃれな感じのものを食べた。普通に今まで生ハム普通にしか食べたことなかった。生ハム、うん、生ハムだけで食べてた。キュウリに蜂蜜？キュウリに蜂蜜したことない。キュウリにはマヨネーズとごまどれあ、マヨネーズかだ、ごまどれ両方じゃないわごまドレッシングが好きでさ、サラダ。ごまどれが好きなんですよ。キュウリも好き。ごまどれね、美味しいよね。ドレッシングの中で一番好きかも。みんな好きだからさ、あのこのぐらいの、このぐらいかな、普通にあるボトルのサイズなくてさ、結構大きめのなんかボトル、何リなんかリットル、何ミリリットルじゃなくて何リットルみたいな、1リットルぐらいなのかな、あれわかんないけど、業務用かな、ちょっと大きめのやつ家にあるみんな好きだから1リットルとかの、何ミリリットルじゃない、ちっちゃくない、普通に大きいやつ。それ冷蔵庫に入ってる他のドレッシングもあったりするんだけど、さすがにごまドレずっとじゃ飽きちゃうから、なんか他何がある、チョレギサラダのドレッシングとか、あとなんだ、ピエトロのドレッシングなんかとかもあって、でもそれは普通のサイズなの、もう普通にもうなんかよく見るようなサイズなんだけど、ごまどれだけでかいねサイズがでかい。玉ねぎドレッシングないな。その時によるお母さんが何買ってくるかによるな。これ気になったから買ってきたって、なんかいつもと違うドレッシング使うこともあるし、エピアトロ美味しい。タルタルソース、タルタルソース言えない、マヨネーズしかない。自作自作作ったこともあるけど、自分で基本普通に普通に売ってるのかけて食べちゃうね。タルタル苦手じゃないよ、苦手じゃないんだけど、ない、家に。なんか売ってたりするけどさ、なんかマヨネーズみたいなああいう容器に入って、買ったことないね。外で食べ出てきたら普通に食べたりするけど、タルタルは普通に好きだけど、家でだったらマヨネーズだな。家でタルタルソース作んないし、もうそうないし買わないしで、ないや、マヨネーズ。普通にタルタルは好き。カキフライ、タルタル、カキフライ外で食べるときタルタルソースとかだけど、家タルタルソースないから、マヨネーズかケチャップ、どっちかだな。これがあれば別に、まあそうだね確かに確かにそうだな。
タルタルソース別に嫌いではない、好き。家にあったことないかも、タルタルソース。マヨネーズだけど。カキフライ美味しいよね。カキフライ私好き。でもさ、カキフライしか食べたことがなくって、生カキ、普通のカキはない、食べたこと。揚げたやつしか、カキフライカキフライしか食べたことない。普通の食べたことないね、カキフライ以外は。カキフライは好き。他の食べたことないか分かんない。ひな子がね、生牡蠣美味しいって言ってたんだけどさ、そう、食べたことないんだよね食べたことないからちょっと分かんない。なんか気になるけど、行ったこと、なんかそういうお店とか行ったことない。そう、カキフライしかないわ。カキフライ美味しいよね。カキフライ好き。生牡蠣、蒸し牡蠣、焼き牡蠣食べたことない。カキフライしかないない、他のやつない。カキフライだけ食べたことあるの。ないんですよ、他の食べたこと。食べてみたいんだけど、一人で行くにはハードル高いじゃん、ちょっとハードル高いじゃん。だからそう、誰かとか。いつかね、いつか行ってみたい。生牡蠣食べ、うん、いや、大分もあるんだけどね、そのお店確かあるんだけど、ちょっと行ったことはない。あんまね、友達とさ、ご飯食べ行こうってなって、生牡蠣食べに行こうってなんないんだよね。なったことがなくって、なんか食べたことがないんです、私。以上、時間大丈夫だね。30分だから27分にランキングだね。あとちょっと、カキフライなら食べ放題がいい。食べ放題が、あ、多いか、いいじゃないわ、多いよ。いや、間違えてた。ちょっとじゃあ今度食べてみようかな。ひなこがなんか言ってたから、いろいろちょっとひなこに教えてもらおうかな聞いてみようかな。わかんないから食べたことなくってひなこがこの間ね、そう、会った時に生牡蠣美味しいよって言ってて、私食べたことないんだよねっていう話をして、教えてもらおうかなどこのお店がいいとかひなこに連れてってもらおうかな。いや、気になるのは気になるんだけど、行ったことなくて。ひなこなんか意外とね、そういうお店知ってたりするんだよな。聞いてみる、今度。ね、当たるって聞くからね、それが怖いよね。わかんないけど。
美味しいんだね。ちょっと今度行ってみるわ。いつか。なんか学校に友達いない？え、それは嘘だよ。嘘だ。それは嘘だ。え、めっちゃいるってわけではないだろうけど、友達いないは嘘だろ。それは嘘だろ。さすがに。めっちゃいるわけではないっぽいけど話してて、でもいないよ。嘘だ。いるよ絶対。きなこ大学生なんですよ。最近めっちゃ大人っぽくなってびっくり。服とか髪型とか急に変わって、何か知ってそう。私そんなに知らないけど、友達いないよ。嘘だ。そんなに知ってるわけじゃないけどね。時々キャンパスライフ送りたくない。大学生でもなんかこう話聞く限り大変そうだもん。大学って私に向いてなさそう。向いてなさそうだからな。大変そう。きなことかな、あの大学生のメンバーの話聞く限り大変そう。なんか授業がとかレポートがテストがみたいな。大変そう。私には向いてなさそう。大学生ではさ、学生専門学生のメンバーとか見るじゃん。学生とか大変そう。私には向いてない。いやなんか好きなことだったら勉強できるけどさ、そこまで興味ないこと勉強できなくない？で自由でしょ。で大学行くかは別にさ、行かなくてもいいじゃん。だから好きなことだけだったら勉強できるかもだけど、その大学行ってまで勉強できるかもだけど、それ以外のこと勉強できなさそう。そんなに興味がないことは無理だ絶対に。27分、ありがとう。ランキングもか。じゃあ13位からランキング見ます。13位、正宗さん、ありがとうございます。12位、ゆきさん、ありがとうございます。11位、まるさん、ありがとうございます。10位、イルカさん、ありがとうございます。9位、本校のあるマットマーク、教科書さん、ありがとうございます。8位、ジョークスノーさん、ありがとうございます。7位、としのりさん、ありがとうございます。6位、おまめさん、ありがとうございます。5位、ウドさん、ありがとうございます。4位、クラアットマークチームエイト大好きさん、ありがとうございます。3位、シンさん、ありがとうございます。次、2位、フロマンさん、ありがとうございます。そして1位がグランツアットマークキョカタムズさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうね、ありがとう。
次は23時から、次切れるまでですね。よいしょ。次の配信で充電がなくなりそうだから充電しとこう。この間まで30分後だね。猫だし、猫この部屋入れないから無理だな無理だな、この部屋に入れたくないんで。あとこうしちゃったよな。あと1分充電しとくか、ちゃんと携帯きっとなくなる気がするでもよく持ったな。 60% ぐらいでさ、始めた時。あ、でもさ、最初からつけてないからか。最初違う、向こうのこっちの今時間見てる方の携帯で配信してたからかな。じゃあ次23時からですね。次は最後の、今日最後の枠です。次で明日の配信スケジュール決めます。じゃあまた30分後ですね。だよね、23時30分後の配信でぜひまた見に来てください。あと10秒。じゃあ一緒、23時から次で、ありがとうございましたまたね、ありがとう。